ロセ・エド・グレーは、イギリスのエクストリームスポーツ選手、遠泳選手、作家。エド・グレーは、多数の世界記録を保持しているが、最もよく知られているのは2018年に、世界最長距離の段階的な遠泳を完遂した、ことである。この際、エド・グレーは、グレート・ブリテン島の周りを泳いで一周した、歴史上初めての人物になり、 2 8 8 4キロメートルを泳ぐのに157日間かかった。世界オープンウォータースイミング連盟により、今年の演技に選ばれた際、エド・グレーは自身の訓練、栄養補給、理論、戦略について書き留め、それらを2冊の本として出版した。それらは2018年に出版された The World's Fitest Book と2020年に出版された The Art of Resilience であり、 どちらもサンデータイムズのベストセラーで1位となり複数の異なる言語に翻訳された。エド・グレーはイギリス・イングランド地方のリンカンシャー州グランサムでスポーツ選手の家系に生まれた。エド・グレーの父はテニスの指導者で、エド・グレーの母は短距離走選手、エド・グレーの祖父母はマラソン選手で軍人でもあった。エド・グレーはグランサムにあるグランサム王立学校で教育を受けた。 この学校は、アイザック・ニュートンが1655年から1660年まで在学していた学校としても知られている。その後、エド・グレイは、ラフ・バラー大学のスポーツ科学学部を卒業した。ラブ・ハラー大学スポーツ科学学部は、国立スポーツ医学センターを通じて、エド・グレイが陸上でのエクストリームスポーツに取り組むのを支援した。 国立スポーツ医学センターは2012年ドンドンオリンピックの遺産としての計画で、スポーツ、運動、その他の肉体的な活動についての教育、調査、医療サービスを行っている。エドグレーは2019年、ビショップ・グロース・ツト大学から名誉博士号を取得した。これは、エドグレーの精神的及び肉体的な回復力についての研究と、 冒険の科学と心理学の主導的な専門家としての世界中での指導とが認められたものである。また、水球選手として国際大会に出場したこともある。2016年1月22日の真夜中に、エドグレーはノーサンプトンシャー州にあるシルバーストンサーキットを周回する 42.195km のマラソンに、 質量1 4 0 0ラムの自動車を引きながら出発した。エドグレイは19時間36分43秒かけてこのマラソンを完走した。この挑戦は世界最強のマラソンと銘打たれた。この挑戦に向けた訓練として、エドグレイは1日に6 0 0 0カロリーを超えるエネルギーを摂取する特別な食生活を続け、さらにトレーニング中には すでに軽自動車を引きながら2 6トルを走ることに成功していた。エド・グレイがこのマラソンに挑戦した目的は、ガンを持ち、運動をするのに支援が必要な子供がスポーツを通じて連帯するための組織である、ティーンエイジ・キャンサートラストに金銭を寄付することであった。2016年4月22日の9時、エド・グレイは、サセックス州アッシュダウンフォレストにある、 ピッピングフォード公園で世界最長の縄登りへの挑戦を開始した。この挑戦では、エドグレーは長さ20メートルの縄を登り降りし、登った長さの合計がちょうどエベレスト山の標高に相当する8,848メートルに達するまで続けた。エドグレーは19時間54分後にこの挑戦に成功し、かかった費用は TEAMEGE CANSAR トラストに寄付された。 エドグレーの遠泳を支援した船、ヘカ帝号を2018年の6月から11月までの間で、エドグレーは157日間 2884km に及ぶグレートブリテン島一周遠泳を完遂した。潮流とエドグレーの健康状態を監視した専門家集団の乗った全長 16m の支援船、ヘカ帝号の支援を受け、エドグレーは典型的には 6時間泳いだ後に6時間休み、そして再び6時間泳ぐ、というようにして泳いだ。エドグレーは遠泳中、典型的には1日におよそ1万5000キロカロリーのエネルギーを摂取した。泳ぐ前には必ず、ピザ、パスタ、麺、シェパーズパイ、カユ、ビスケット、天然ヨーグルト、ピーナッツバター、ココナッツオイル、バナナ、その他の果物や野菜を食べ、 さらに緑のスムージーを一気に飲んでいた。10月中旬までに、エドグレーは554本のバナナを食べた。過酷な園芸は、エドグレーの肉体に大きな負担をかけることとなり、エドグレーの舌は海水に含まれる塩分の浸食効果によって分解され、ウェットスーツの摩擦の効果により、エドグレーの首は、さえの首のような形に変形した。さらにエドグレイの両足の土踏まずは、 完全に失われ、深い紫色や黄色に変色した。チームは、エドグレーをスドクレム、バセリン、漆喰、ゴミ袋、ダクトテープを用いて治療した。2018年11月4日、グレートブリテント一周を達成するエドグレーを見る、ために集まった人々、エドグレーの演営の模様は毎週、レッドブルテレビの夜インターネット上での企画、ロスエドグレーのグレートブリテン島水泳によって、 記録された。2018年11月4日9時頃に、エド・グレーは、ケント州マーゲートでグレートブリテンと一周を達成し、6月1日の出発後初めて上陸した。その後、世界オープンウォータースイミング同盟は、この演営を2018年の世界の演営として認定することを発表し、この演営は公式に、世界最長の段階的な海での演営として認定された。 エドグレーはこの遠泳により他にもいくつかの記録を破った。エドグレーはイギリス海峡の東端に位置するドーバーから西端に位置するランズエンドまでの5 6 3トル以上を30日間で泳ぎ、この距離を泳いだ最初のそして最速の人となった。そしてエドグレーはランズエンドから グレートブリテン島最北端のジョン・オグローツまでの1 4 0 0トルを62日間で泳ぎ、これも史上最速の記録となった。エド・グレーは自身の歴史的な演泳について、私の願いは人々がグレートブリテン島一周演泳を心身の不屈の成し遂げた異業の例もしくは実験として思い出してくれることだと述べた。エド・グレーは他にも、 5 0ラムのリュックサックを背負いながら1ヶ月間で裸足で1 6 0 0トルを走ったり、オリンピックのトライアスロン競技と同じ距離のトライアスロンを5 0ラムの木を背負いながら行ったり、5 0ラムの木を背負いながらカリブ海を1 0 0トル以上を泳いだり、30日間で30回マラソンを完走したりするなどの功績を残している。さらに2018年には、 イギリス海兵対立コマンド訓練センターにおいて48時間不眠不休で泳ぎ続ける記録を達成している。2018年5月、エド・グレーはザワールズフィッテストブックという書籍を出版した。本書はオリンピック金、メダリスト、世界記録保持者、表彰を受けた軍人の教え方、コツ、トリックとエド・グレー自身が 世界中の広い範囲を旅行して得た知識を統合して書かれている。調査、執筆には10年を超える年月がかかった。エドグレーは100を超える国を訪問し、広範囲に及ぶ現象を記録した。その中には例えば、氷点近い冷たさの滝で瞑想する日本の山伏と呼ばれる像や、ナミビアの大自然でのウルトラマラソンなどがあった。本書は、サンデータイムスの ベストセラーに選ばれ、食物、脂肪の喪失、強さ、速さ、そして体力といった主題についての包括的な書籍として評価されている。2020年5月には、エド・グレイは2冊目の著書として、ザート・オブ・レジリエンスを出版し、これもサンデー・タイムスで第1位のベストセラーに選ばれた。本書は、精神的な強さ、禁欲、 壊れにくい肉体を作るための物理的なトレーニングについて自身が157日間 2884km に渡るグレートブリテン島一周演営をどのようにして達成したかの詳細に触れながら述べている。エド・グレーは本書で自身の経験とその他の忍耐の功績を参照しながら極限スポーツ選手や軍事、フィットネスの専門家、 心理学者の演技を学び、逆境を乗り越えるための回復力、永続性、勇気、規律ある心持ちの概念を探索し、不屈の精神の秘密を解き明かしている。エドグレーは本書を我々が人間の心身に何ができるかについてのパラダイムシフトのきっかけを作るために書き、本書が人々にとって、たとえどんな挑戦に直面したとしても、逆境を乗り越えるために備えるべき。 より強く、より弾力的で、究極的に良い体を作る助けになることを願った。ありがとうございます。